岡崎白下家康公夏祭り花火大会は愛知県岡崎市において毎年8月の第1土曜日に開催される花火大会岡崎市は江戸時代から続く三河花火の本場であり現在もおもちゃ花火問屋が数多くある菅尾川では江戸時代文化文政の頃より 菅尾神社の祭礼として、奉納花火が行われていた。1818 18年には、藩主上覧の花火大会が行われ、菅尾町をはじめとする、城下学長がそれぞれ、花火を打ち上げたことが記録されている。観光発展のため、市と合同で、花火大会が行われるようになったのは、戦後のことである。現在は、岡崎市の中心部を流れる塚川の、 両河川の河畔を利用して行われている。殿橋下流には2層の鉾船、天皇丸、菅尾丸が浮かび、岡崎城をバックに花火が打ち上がる。大塚川河川時期には桟敷が設置され、花火の打ち上げを目の前で楽しむことができる。大塚川に比べると矢萩川河畔は規模は小さいが、大塚川では見られない十五玉を間近で見ることができる。例年、 打ち上げは18時50分から開始され、21時頃には終了する。昭和結構、好天時は翌日に順延される。1948年8月16日、第1回の観光夏祭り花火大会が開催された。1950年10月28日、第5回国民体育大会のバレーボール大会の開催初日と同じ日に、 三河花火大会が開催された。1958年、菅尾神社の祭礼である、菅尾祭りが、四主祭の観光夏祭り花火大会に合流。この年から、市が購入した、自衛隊払い下げの鉄収が、鉾船として、菅尾神社宇治子に貸し出された。天皇丸、千鳥丸の戦場と、岸辺から、金魚花火200発、ランダマ2000発、 手筒110本が奉納され、お塚川の川も彩ることとなった。1969年、台風による増水で、千鳥丸が流出。1978年、花火大会に合わせしは、岡崎五万国踊りと五万国大港を創設した。天馬通り二丁目、厚生通り東一丁目の区間を三日間、歩行者天国とした。また、菅尾丸を心臓し、 古くなった天皇丸も船体を作り変えた。二隻とも長さ20メートル、幅5.55メートル、鋼鉄製の総動型。矢倉は3階建て、帆柱の高さは19メートル。1980年8月1日、市はさらに、岡崎五万国御輿を創設。その後、岡崎観光夏祭り五万国踊り、御輿は、 花火大会前日のメインイベントとして定着した。同年8月2日、第32回花火大会が開催。3隻目の鉾舟、竹千代丸が、初お目見えした。制作は、蒲檻市の伊藤造船。殿橋上流に、竹千代丸、殿橋下流に、菅尾丸、天皇丸が浮かんだ。鉾舟が3隻並ぶのは1937年以来43年ぶり。 2012年2月20日、柴田光一市長は、平成24年度当初予算を発表を。財政悪化を理由に、前年まで5万国踊り、見越に当てられていた予算2800万円の全額が削除された。通年の観光事業委託料も、平成23年度は1億1801万8000円、計上されていたものが、 平成24年度は8138万2000円まで削減された。これにより5万国踊り、みこしは中止を余儀なくされた。2013年2月18日、新市長の内田康博は5万国踊り、みこしを市民主導型のイベントとして復活させることを発表。前々年までの主催時の運営費に近い補助金が予算に組み込まれ、同年から 夏祭りの一環として再開することとなった。また、花火大会の名称も、岡崎観光夏祭り花火大会から、岡崎城下、家康光夏祭り大会花火大会に変更された。2015年8月1日、第67回花火大会が開催。徳川家康の没後400年目を記念する特別演出が行われた。 最終の超大仕掛け花火で関ヶ原の戦いが表現された。2019年11月14日、東京オリンピック及び東京パラリンピックの開催期間と重なることから、市は翌年の開催日を9月12日に変更すると発表した。2020年5月8日、 新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、岡崎市はこの年の開催を中止すると発表した。内田康弘市長は、花火大会にかかる、経営1億2000万円の予算については、コロナウイルス対策への支援を踏まえ適切に、執行したいと説明した。2021年6月24日、コロナ感染拡大を鑑み、 岡崎市はこの年の9月11日に開催予定だった花火大会を中止すると発表した大会当日は会場周辺は交通規制と立ち入り禁止区域が設けられ駐車場がほとんどないため見物に訪れるほとんどの客が公共交通機関を利用する会場の近くを通る愛知環状鉄道愛知環状鉄道線名鉄名古屋本線では 臨時列車が運行されたり、列車の増結が行われる。また、打ち上げ会場の最寄り駅である名鉄の岡崎公園前駅には上り16時から22時、下り19時から0時まで快速特急、特急を含め、全列車が臨時停車をする。特別車を有する列車に乗車する際には、同駅から特別車に乗車することができないので注意が必要である。 特別車へ乗車する際には、一駅隣の東、岡崎駅、または三駅隣の新安城駅を利用する。なお、矢作川右岸での見物には、矢作橋駅も利用できる。ありがとうございます。